うん、うん、ポーンって言った。箱の外見は何だろうな。よいしょ。誰だ。なんだ、なんで誰だ。ちょっとつくるさんに運転してもらって。つくるさん、先輩だ。で、高橋くんを目隠しして。あの、あ、そう、これを見せれば伝わる。箱の中身は何だろうなっていう、あの江戸時代からやってるバラエティのやつあるな。あれの逆版、高橋を箱に入れて、そっからみんなに触って、僕が誰か当ててもらう。あ、違う違う、化け物を監禁してるわけじゃなくて。あはー、箱の外見は何だろうな。わかりやすい。いかに箱の中身は何だろうなの方が簡単かがわかりますね。確かに。外見にした途端こんなに、あはー、あはー、あはー、これでも予想できるよ。え、なんで。やっぱりそのゲームと同じで左なんぼ右なんぼって動いてるのわかるから。あ、今右回ったとか。ただ U ターンされるとわかんなくなるから、そこまではちょっと、そこを織り交ぜていただいて。手間ですね、手間ですね。そうだ、あんまその感覚は体から取ってもらって、あはー、ジャイロ感覚というか、あはー、右折左折は気にしないでほしい。あはー、先輩はね、給食中なんですよ。言わなくていい、別に。給食しながら仙台来てること言わなくていい。給食して仙台に来てる男がいたんですよ。男は黙って、復職。正しいこと言って。厳しい。働こうよ。明治時代の価値観やめて。男は黙って復職。国のために働こうよ。あ、ちょっとくたくた食べないね。食ってる。空気の味で場所確かめようとしてるだろう。塩の味してきたよ。なんで人間の汗みたいな。あ、気持ち悪い。すごいな。あ、そこだって。僕ですよ、小峠先生。僕ですよ、小峠先生。6号車の影です。お前か。全員が千葉名湖で探し回ったんだよ、この6号車の鍵をね。他を渡ってくれないかね。ありがとうございました。マチコー、稽古と学ぶ、そいつはいいや、そいつはいいや。あ、パーナマどこよ。あ、パーナマどこよ。僕ですよ、僕、高等木先生。僕ですよ、僕、高等木先生。覚えて。ないね。終わった。終わってないね。終わってないね。僕ですよ、僕、西村ですよ。覚えて。終わったって。セルフで。ごめん、怒って。あれじゃん、あの監禁されたけど死ぬ前に強がってる人みたいになってる。あーはー、発信つらい。確かにサプライズ発信だ。ごめんごめん。あー。今の揺れは揺れで、わかるか。揺れで左右に1回ずつ。そんな熟知してんの仙台の。ちょっとチャレンジします。はい。あ、すごいすごい、この状況で。これは絶対当てないところを考えてじゃないんだよ。万が一にも当たっちゃやばいから。じゃないよ。仙台メトロポリタンホテル。違います。あはー、直結の、無印直結のホテルじゃないです。あはー、あそこの中華美味しいんだよな、じゃないんだよ。あ、はい。あ、ちょっとやめて。
あ危ない。あえ、そんなに行く道いいわ。そっか、どういう道かも分かってないんだ。そりゃそうでしょ。今ね、え、なんか聞こえた。あ、すごいね、罠をカンパしてる。あ、結構冴えてんじゃない。分かりそうだね。背筋伸ばしていいよ。ダイロの方が出てるようだ。なんで。え、だってそうじゃない。なんかビビると怖いじゃん。いや、こんぐらいになるよ、顔は。ひっくりと、走る。走ってあげようか。あ、いいよいいよ。ちょっと、ね、3メートルぐらいならいいよ。あ、そうや、なんかストッパーかかって全然走れない。本当にもう本気なんだよ。3、2、1、おー